はい、どうも皆さん、こんにちは、いつおです。ということで、今回からちょっと新しいシリーズをね、シリーズっていうか、まあ、マインクラフトで新しいことをやっていこうと思います。まあ、何かというと、ハイフマップ紹介をやっていこうと思います。まあ、ハイフマップっていうのは、まあ、誰かがマイクラでその、ワールド、まあ、カスタムマップ的なのを作って、それを、まあ、フリーでダウンロードしてやってみてくださいって配信してるやつを、まあ、やらせてもらうっていうね。そういうのを、まあ、いろんな種類をやっていこうかなと思います。まあ、でも紹介って言っても、まあ、ただ単に遊んでいくだけだけどね。 まあ、攻略していこうと思います。ということで、第1回は青鬼の館っていう、まあ、青鬼ってあのフリーゲームのね、すごい有名なやつの、なんて言ったら、まあ、それを、まあ、マイクラで再現したみたいな感じなんだけど、ちょっと一味違う、なんか戦闘要素多めのやつなのかなみたいなことを書いてある。まあ、とりあえずやろうか。よし、やっていこう。おっと、なんか入った瞬間、これは多分進んでいくんだな。ん？なんだ？なんかすごいクリアになるぞ。まあいいでしょう。とりあえず進んでいこう。食べ物、焼き豚のみ。初級コース、上級コース、初級コース。おお、初級コースいいの入ってるじゃん。食べ物は焼き豚、まあ、もらえるだけもらっとこう。これはオフハンドに持って、よっしゃ、行こうか。おお、青鬼の館だね、この入り口は。普通にいるんだけど、ちょっと ちょっと なんかバグってないですか？よし、ということで、さっきちょっとね、バグってたのがちょっと直ったので、続きやっていこう。 なんか勝手に3回もクリアしたことになってるけど、気にしないで、1回目だから。 多分もうバグは起きないと思う。やっていこう。声がめっちゃするな。おお、スポーンするね、普通に。おお、危ねえ。怖い怖い。これは多分最上階に行くのが目標って書いてあったから、最上階目指すけど、青鬼めっちゃいる、やば。 めっちゃ、なんてカオスな青鬼ら。青鬼一体どこ、痛い痛い痛い、一体どころか何体もいるんだけど、意外と攻撃力がめっちゃ高いというわけでもない。こことかあんま入る意味ないな。めっちゃアイテム落とすけど。これゴール？あ、そういうことだったのか。そういうことだったのか。すんごい短く終わっちゃったな。これで良かったのだろうか。上級も、なんなら上級もやってみたいよね。上級って言ってもそんな変わんないな。 装備自体はそんな変わんないな。えいえいえい。あー、でも結構強いわ。上級だと結構敵が強い。なるほど、これでこそって感じか。やば、しかもこれ時間経てば経つほどむずくなる。やばいやばいやばい、ちょっと やばいでしょ、あれどうなってんの。やば、この量は何だ、一体どこからそんな量。やばい、耐久値が持たない、耐久値絶対持たん、これ。やばいやばいやばい、倒すすぎる。 やば、この量はなんだ、この量はなんだ、やばい、やば、危ない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 、なんか普通のゾーンに混じってる。 よくわかんない、これやばいでしょ。どうだ、暗い、どうだ、数減ってきたか、これやばいでしょ、通れないくらい。 ちょっと減ってきた。 OK OK、 今のうちに行こう。怖い、量多すぎる、肉食べよう。いやー、なんか急に難易度上がってんぞ。
めっちゃカオスになってきたぞ。やばい、これ角で止まったら終わる。あ、やばい、危ない、痛い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 、これはまずい。ちょっと量考えて。やばいやばいやばい、危ない。おお、危ない危ない危ない、これやばいぞ。ちょっと助けて。むずくない？あれ湧きすぎでしょ。でもこれ時間経つごとに絶対来るから、角っことかに追い詰められたら最悪だからな。とりあえず小さいのだけ処理しつつ、ここはダメージ覚悟で突っ込む。やばっ、この数やばいでしょ、ほらやばい。助けて、倒して、いってー、無理だそれ。どんな鬼畜なんだあれ。オッケー、今のうちだ。オッケーオッケーオッケー。うわ、そことかもやばいでしょ。クリアだ、えい。オッケー、ということで、なんかハードモードの装備選んだ途端になんか量増えてきたね。まあプレイするときは、このマップをプレイするときは時間を置いてから入った方が難易度上がるかな、枠数も増えるから。ということでね、まあこんな感じで次からも配布マップ紹介をねしていこうと思うので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さようなら。